はい、どうも皆さん、こんにちは。ぎまです。今回はですね、タッチデザイナーを使って、パーティクルにマウスがついてくる、こういうものですね。作っていきたいと思います。よろしくお願いします。こうやってマウスにこうついてくるパーティクルですね。はい。じゃあ、これは置いておきます。はい。じゃあ、まずタッチデザイナー開いてもらってですね、パーティクルなので、前回の花火と同じような感じで最初、土台は作っていきます。スーツとトランスフォームと、なんだっけ、ソフト、これか。はい、これですね。これとパーティクルですね。る。はい。ね。そうすると、今、順番よくパーティクルが飛んでいるので、それをランダムにして、バラバラに飛ばすようにします。はい、こんな感じですね。で、大きいので、ちっちゃく最初しときましょうかね。0.1とかして、中心から出るようにします。はい、こういう感じですね。そして、花火作ったときは、このポジションをですね、ここですね、これをランダムにこう変えて、このパーティクルもランダムにここから飛ばすようにしました。今回パーティクルはずっと飛び出ててもいいので、ポジションだけマウス、ここですね、これをマウスのポジションにすればいいだけです。なので、そんなに難しくないんですね。ここからマウスインだったっけかな、マウスイン、これですね、インを選びます。で、これはもう、入れるだけでこうやって出てきますので、大丈夫なんですけど、ちょっと数値がずれがあるんですね。この中の端っこは1ですよね。X は1で、こうすると、1対1ぐらいか。ちょっと外部ディスプレイつないでるんで、ちょっとこの辺が、これですかね、1。で、上が0.5ぐらい。で、下も0.56とかいくのかな、こう。なんですけど、だいたいこの中、パーティクルのこの中では、上が1.5ぐらいかな。1.5ぐらい、端っこですね。1.5で、あ、違う、横か。横が1.5、上が11ぐらいがだいたい端なんで、ちょっとずれがあるんですね。このまま一回繋いでみる。いや、いいか。で、そのずれをちょっと調整します。まず、セレクトを選んでもらってですね、これですね。はい、で、これは1個、この中の1つを、取ることができるので、このネームを TX にします。そうすると X だけ取れてきます。同じようにこれを、あ、全然取れるか。これを Y にすれば Y だけ取れます。はい、これですね。X と Y に分けます。で、よく使うやつ、これですね。で、横は違ったっけ？ 11 が1.5にしたいので、これマイナス1。そうですね。マイナス1を、マイナス1.5ぐらいにして、で、この1は1.5、最大1.5ぐらいに変換するようにします。こういう感じですね。で、あとは Y か。こう。して、Y は、しまった。Y は0.5だったっけ？0.5を11に変換します。はい、という感じですかね。1に変換します。で、これを、もうこのトランスフォームのここに入れるだけで、マウスで制御できます。ここですね。はい、で、Y は Y と。はい、こういう感じでも、これがこうやって制御できますね。はい、こういう感じです。で、これちょっとわかりますかね。この手の形、ここがマウスなんですけど、ちょっとやっぱズレがありますよね。ちょっと数字大きくしてるんで、まだついてきてるんですけど、高さはちょうどいいぐらいですね。ちょっとズレが出たりするので、多分パソコンに合わせて、ここは。もうちょっと数値上げてもいいかもしれないですね。調整してあげてください。こうだから、ちょっとずれてたんで、ここの数字をまた上げていけば、
綺麗についてくるようになります。ここはまあその時々で調整してあげてください。はい。あ、これでもうついてきてますね。パーティクルがこうやって移動してます。で、この数値、パーティクルの中の数値を変えていけば、いいんですけど、その前に、この中だとちょっと見にくいので、一回 2D にこれをね、さっき前回やったみたいに変換したいと思います。ジョーリーとですね、これを出して、で、セットのやつですね。カメラと、ライトと、カメラ、で、色ですね。色、で、レンダーで出します。はい、これですね。で、ちょっとマウスを動かして、今ついてきてるの分かりますかね。こんな感じです。で、これで調整してどうしようかな。で、これを押すと、こうやって見やすくなるので、これでパーティクルの数値は調整しましょうか。こうやってついてきてますね。で、まずは数がちょっと少ないので、これはどうなんでしょうかな。はい。で、数はもうちょっと、1万ぐらいしましょうかね。はい、数を多くして、これを寿命を短くしましょうか。続けるように。で、もう全部同じだったら面白くないので、ランダムにこう切るような感じで。はい。で、上に飛び散ってずっと行くのも、ちょっと下に下げましょうか。この位置とか。下げやすいかな。0.5 とかかな。もう自分の好みでここは調整してもうちょっと低くてもいいかな。3。で、この辺の由来とかを、ここに入れてあげると、いいですかね。はい。んで、この辺の数値変えても面白いですね。ここをこう、上げていくと、ついてきますね。ここを下げても同じような感じですかね。こういう感じでもできます。で、ここはまあ同じで、ここをもうちょっと上げるとか。こんな感じでしたかね、さっきの。ちっちゃくてもいいような気がしますね。0.05 とかにしましょうか。はい、こんな感じで。いきます。いいですね。はい。で、あとは、ちょっとこのままだとすぐ消える。ので、ちょっとまた、これをかけましょうかね。フィードバックをかけたいと思います。これかけるとまた雰囲気だいぶ変わるので、レベルですね。はい。で、で、下にかけて、これが上に乗って、で、これをこの中に入れます。はい。そうすると、あ、しまってる。これが、今見てるのはこれなので、これは消して、あ、黒。黒を入れ替えしましょうか。で、黒にして、配置を大きくして、で、はい。はい。これを見ましょうかね。しまった。そして、シティを、9とかにします。
はい、そうするとこういう感じですね。やっぱりちょっと X 軸が何を押すのか、X 軸がやっぱりちょっとついてきてないですかね。ないかな。はい、こういう感じでいきます。はい、で、色もせっかくなので、変えていきますかね。はい、じゃあ、最後色をちょっと変えていきたいと思います。ハムリの時は、ランダムでパンパンパンと変えましたよね。で、これランダムでパンパンパンと変えてもあんまりよりもっとフェードっぽくこうふわっと変わっている方が綺麗だと思うので、その作り方をやっていきたいと思います。ですね、まずは、コンスタント、これを出してですね、で、あ、一色だけならこれでいい、もういいんですよ。ここで、一色だけ、黄色だけでいいっていうんであれば、これで黄色出してもらえば、また黄色ができます。で、まあ、ランダムに今回変える方法はですね、これに、これをつなぎます。はい。で、今この状態だと何も変わらないんですけど、ここに色を追加してあげます。何色でもいいですね。はい。そうすると、ここで、これか。それでこうやって色を変化することができます。そうですね。この中に入れてあげます。そうすると、この色が、こうやって変化しますね。はい。なんで、ここをまた、このチョップと呼ばれるもの。これを使って変化、また数値を取ってきてあげれば大丈夫です。で、こういうふわふわっとしたものは、こっちがいいのかな？こうですね。はい。これがまたちょっと早いので、スピードをゆっくりにします。こっちぐらい。そうすると、こうやってゆっくり動きますね。で、数値としては、マイナス1から、こっち端っこ1なので、これで言うと、これをこのまま入れてしまうと、マイナス1、これぐらい。この辺か。こんだけですね。このちょびちょびっとしか動かないので、この数値を、まあ、360から360必要かな。それでもいいかな。まあいいか。360から360までこうやって変えるようにしましょうかね。で、よく使うやつ。そうですね。本当にこれ優秀ですよね。で、マイナス1から1の数値をマイナス360から360に変えます。60。そうですね。そうすると、1の時は360。で、マイナス2行くとマイナス360にこれで変換してくれます。で、この数値をこのここですね。これに当てれば OK です。こんな感じですね。はい。で、色はこうやって変えますね。はい。なんか、これも早ければ、この、ここもちょっとゆっくりにしてもいいですし、はい。多分360から360とかもいらない。0から360とかでもいいと思います。ここをまあ0にして、360とかにしてあげてもいいと思います。はい。こんな感じで。ゆっくり、ふわふわとランダムに変わる。で、マウスにパーティクルがついてくる。という映像ですね。はい。来ました。こんな感じでいいのかな。で、これ実際もしもなんか、何かで使うときって何だろうな。このビューを出して、なんかディスプレイとかで使う場合は、ここから、まあ、一番最初に説明したんです。と思うんですけど、ウィンドウとか出して、まあ、ここにこう入れといてですね、ここにこのアウトをこうやってやって、ここで出しといて、で、このパソコンの画面で、このビューでこう制御してあげれば大丈夫ですね。これが、ディスプレイとかプロジェクターと同じものが投影できるようになります。ここですね、ここで設定した、ウィンドウで設定してあげれば大丈夫ですね。
はい、こんな感じです。ちょっとパーツクルの数増やした方がいいかもしれないですね。はい。まあでもこの辺は好みでいろいろ変えてみてください。はい。じゃあ、この辺で終わろうかな。はい。では最後までありがとうございました。